ビーガンになるっていうのは100ゼロでメリット100のデメリット0です。これだけは間違いなく言えるんですね。もう間違いなく言える。本当にデメリット0です、ビーガンになることは。皆さんこんばんは、銀次です。ということで今日は、私が40代になってからビーガンになって変わった激変したことをお伝えしたいと思います。まずですね、一般的に言われている肉食をやめたんですね。まあ牛、豚、鶏、まあ魚はもともと全然食べてなかったから魚も食べなくなって、で、あとは卵、牛乳などの乳製品、それらを使った加工食品ももちろん全て食べないようにしたんですね。ハム、ベーコン、ソーセージ、ウインナーとかそういうのも全部食べなくなったんですよ。それと同時にですね、やめたことがもう一つあって、それがですね、お菓子、カップラーメン、ジュースも一切食べなくなったんですよ。なので、まあ、ビーガンって言っても、それらも同時にやめたっていうのをまず前提として話していきたいんですね。ただ肉食をやめたっていうだけじゃなくて、で、実際に全てをやめたのが2023年の4月からなんですよ。今年の4月から完全に肉食やめて、お菓子、カップラーメン、ジュースなども全部やめて、一番変わったのはもちろん痩せました。めちゃくちゃ痩せて、で、別にダイエットしたかったわけじゃないんですよ、一切。痩せたくて始めたわけでもないし、健康になりたくて始めたわけじゃないんですよ、全て。まあそのあたりの細かいことはちょっとね、ライブでよく話してるから、まあライブを見ていただきたいんですけど、とにかくもう爆痩せの激痩せ。多分ですね、私は2023年4月の時点では身長が163センチに対して78キロぐらいあったんですよ、体重が。78キロってまあまあじゃないですか、この低身長で。でもちろん腹とかももうメタボのこんな、なんかもうなんていうんですかね、すごいメタボバラになってて、すごかったんですよ。それがわずかですね、1ヶ月の間にもう腹ペコーンになって、もうスーンって肉なくなって、全部腹の肉が。で、俺体重計持ってないから分かんないんですけど、多分78キロから最低でも5キロを痩せてるんですね。どう見たって5キロ以上痩せないと こんな見た目にはならないって感じですから、5キロ以上痩せて、もしかすると10キロぐらい痩せてる可能性あるんですよ。現時点3ヶ月ぐらい経ちましたから、この3ヶ月の間に10キロぐらい痩せて、そっからはねもう減ってないんですけど、多分ねマックス10キロぐらい痩せてるんですね。もちろんダイエットするつもりもなく、健康になりたいとかじゃなく、ただ肉食やめて、で一切間食がなくなったんですよ。お菓子、カップラーメン、ジュースも一切取らなくなったから、まあ必然的に間食しないで、ジュースも飲まない、喉乾いたら左右って感じで、で以前俺は鶏肉と卵と牛乳の消費まあまあ激しかったんですよ。で鶏肉は肉の中でも一番好きだったし、あと卵も異常なレベルで食べてたし、あと牛乳もカフェラテ作るために買ってたんですけど、まあ牛乳買わなくなったらブラックコーヒーもいらないし、コーヒーも飲みたくないので別に、で飲まなくなるじゃないですか。でほとんど飲むものはお茶か豆乳、たまに買うんですけど、お茶か豆乳だけ買ってって感じで、この生活続けたら3ヶ月で多分10キロぐらい痩せてるんですね。腹とかもう本当はね見せたいんですけど、画角に収まらないんですけど、ペターンってなってるんですよ、腹。前はもうまっすぐストーンって感じのさ、こうなんかボエンみたいなラブハンドルがすごかったんですけど、その一気になくなったんですよ。でまず第一の激変は激痩せしたってことなんですよね。でまあそれに付随してって感じで、なんかね暑さにすごい強くなったんですよ。これ万年ね、ここ数年もう 5,6 年ずっと若年性の更年期障害なんじゃないかと思うぐらい、もう暑さに弱くて、でずっと暑くて常になんか暑いし、もう暑がりで汗っかきですごかったんですけど、あんまりね暑さが以前ほどきつく応えてこないんですよ。まあ単純に痩せたからっていうこともあるかもしれないですけど、暑さに強くなって、さらには
階段で息切れしなくなったんですね。前はちょっとでもこう階段登るともうぜい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 言ってたんですけど、今はどんなに階段登っても多分以前の多分ですけど5分の1ぐらいなんですよ、息切れが。なんか平気になってきて階段登るのが。だからね、ただ痩せて暑くなくなって、汗はかくんですけど、ぜいぜい言わなくなったっていう、もうそれだけでもすごいメリットなんですよね。まずは第一には痩せたっていうことで、次になんですけど、肉食をやめて最も楽になったのが料理なんですよ。最近のことを気にしなくていい。もちろん牛乳とか卵とか肉をやめると、腐りやすい牛乳とか卵とか、この時期もですけどそれつまんないですけど、この時期の腐りやすいものとか、あとサルモネラ菌とか、いろんな菌があるじゃないですか。そういったものを全然気にしなくてよくなる。まな板も俺もともとは肉用と野菜用みたいな感じで、肉用のまな板を持ってたんですよ。専用の100均で買ったやつですけど持ってたんですけど、そんなのももう使う必要ないし、だって切るものが野菜と豆腐とキノコぐらいしかないから、なんか全然細菌とかに関して全く気を使わなくてよくなって、すごく楽。あと食中毒の心配もない。それもね、個人的なメリットすごくでかかったです。結構ね、俺一回卵で死にかけたから、食中毒になってだからもう二度と食中毒にはかかりたくないって感じで気をつけてたから、結構ね念入りに肉料理をした後はもう毎度毎度つどつど殺菌みたいなしてたから、めんどくさかったんですよ。もうそれもしなくて済むようになったから、これもすごいメリットですね。でですね、3番目、第3のね激変はお金が貯まるって感じで、とりあえずお菓子、カップラーメン、ジュースを買ってた時ってめちゃくちゃ買ってたんですよ、それらを。なんかちょっとお腹空いたら食べたいみたいな感じでお菓子も買いまくってたし、まあジュースも喉渇いたらジュース、水よりジュース飲みたいって感じでジュース飲んでたし、あとはまあ肉だってね、いっぱい大量にね、鶏肉だったんですけど、まあ牛豚は結構それ以前ずっと前にやめてたから、鶏肉だったんですけど、鶏肉大量に買ったりしてて、そういうのもなくなったでしょ。すると完食しないからお金かかんないんですよ。あんまりね、いっぱいガツガツ食べなくなって、それで食費もだいぶ浮くようになってるし、ほんと端的に無駄なものを買わなくて済む。ほんとそれに尽きるんですね。で、無駄なものっていうのは食料品だけじゃなくって、俺結構前からそのシンプリストになりたくて、いろんなものを断捨離しまくって、部屋の中もまあまあもういらないものあんまりないって感じなんですよ。必要最低限のものしかない。まあそれでもミニマリストとかに比べたらまだまだ物は溢れてるんですけど、でも一般の人に比べれば全然物少ない部屋で住んでるんですね。だから端的にね、いろんなことにお金使わなくて済むようになるんですよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、第4番目の私が最も利点を感じている働かなくて済むということにつながるんですね。で、働かなくて済むっていうのは、別に一切働かずになんかどっかから金湧いてるっていうことじゃないですから、今までみたいにくだらないいらないものを買うために頑張って働くっていう必要がもうなくなったから、必要最低限 の、 家賃払えて、水道光熱費払えて、そこそこに食事ができて、まあ衛生的な環境を保てるっていうような金額さえ稼げれば、それ以上別に欲しいものないですし、とはいえ今までも俺そういう生活だったから、それに輪をかけて食費とかいろんなくだらないもの買わなくて済むってなったら、余計お金が貯まりやすくなってるんですね。すると本当に必要な時に必要なものにお金を使えるっていうようになるじゃないですか、貯まっていくから。で、なんかね、俺はね、ライブではよく言ってるし、その細かいこと言うとちょっともう1時間とか2時間喋らないといけなくなるからあれなんですけど、まあ本当に細かい、俺がそのビーガンになった本当の理由とか、そういうのはまあ私のブログとか、ショート動画でもちょっとだけ語ってるんですけど、ショート動画とかね、見ていただければわかるかなと思うんですけど、まあとにもかくにもビーガンになるっていうのは100ゼロで、メリット100のデメリット0です。これだけは間違いなく言えるんですね。もう間違いなく言える。本当に。デメリット0です。ビーガンになることは。一切ね。むしろ、これまでと何にも変わらない生活をずっと続けていくっていうことは、もう一生涯、
働いたお金は全て体に毒なものとかくだらない何の価値もない、そのうち朽ち果てていって消滅していくようなものとかに消費されていって、ね、一生涯そうやって繰り返していくんですよね。それを働いては消費し、働いては消費し、でその消費 していくものの中に肉食だとか毒食だとか加工食品とかいろんなものがあって、で俺たちは仕事で働いてストレス溜まるでしょ。ストレス溜まったら美味しいもの食べたいってなって、その美味しいものを買うためにまたお金を払って、そしてそれらは受注発句体に悪いものなんですよ。甘かったり化学調味料ばっかり使ってたり添加物まみれだったり味付けが濃かったりね、脳みそを麻痺させるそういうものがもう山のようにぶっ込まれてる毒みたいなものをえらいお金払ってね、毎度毎度買って、でストレス解消したつもりになってまた仕事に行って、またストレス溜まってまた買って食べて、買って食べて働いてストレス溜まって最後病気になって病院に行って病院で大金を搾取されるっていう、まあほとんど大多数の人たちがそういう運命にあるじゃないですか。俺はただそっから外れたいっていうだけなんですよね。だからなんか特別健康になりたいとか、特別もちろん動物たちのことを考えてっていうのはもちろんあるんですけど、それは広域に見るとそういう流れから外れたいってことなんですよ。動物が虐殺されることを知らん顔してね、自分のところの犬とか猫とかこう可愛いって撫でながらがっつり肉とか食べるっていうね、この異常さを、そういう異常な世界からも外れたいんですね。ただそれだけがね、だから特別なんかね、自分のためっていうよりはこういう異常な世の中から一歩引きたいっていう身をねいう感じなんですよ。そのためにビーガンになったんですね。でそのためにお菓子もカップラーメンもジュースもやめて、で若干の糖質制限もちょっとだけ入ってるから、まあ完璧じゃないんですけど、以前に比べたら随分糖質も減ってるから、食べる量が、だからまあ3ヶ月経った今、多分見た目は汚いんですけど、多分ですね20代と同じようなボディーラインにはなってるんですよ。でもまあ20代と比べたら汚いですけど、もちろん40代ですから、だけどそれぐらいまで痩せてきて、で随分具合も良くて、で一番良かったのは働かなくて済む。そんなにいっぱい働かなくてもお金貯金はできるし、その貯金はいつか必要な時に使えるっていう風にちゃんと蓄えがあるでしょ。で生活は安定してる。そうするとメンタルも安定してくる。でストレスでドカ食いすることもない。だからね、異常に甘いもの食べたいとかさ、異常にドカ食いしたいとか、異常になんかこう何かを発散したいっていう欲求がある時は、とんでもなくストレスが溜まってるっていう時なんですよね。でそれを結局毒物で解消しようとするから良くないんですよね。もう そこにあるのは多分ね、もうその自分にストレスを永続的に与え続けてきてるものから離れるっていうことしかないと思うんですよ。だから俺は仕事がすごく今減ってて、働きたくないし働きたくないっていうのは、もちろん一切仕事したくないとかっていうんじゃなくて、必死こいてお金のために働きたくないんですね。そう、お金のために働きたくないんです、必死こいて。だからいらない、贅沢なものもいらない、美味しい食べ物もいらないです。別に何にもいらない。お金で買えるようなものは大抵のものはもういらない。ただプレイステーション5だけ欲しい感じでねえ、だからね、これを見てる皆さんの中には肉を食べないなんていう生活が考えられないとか、なんかどうやってそんなことやめるのとか考えてる人がいるかもしれないですけど、思ってる以上に簡単です。めちゃくちゃ簡単。食べないっていうのは、もう買わなければいいだけだから。それもいっぺんにやる必要ないんですよ。いっぺんにじゃあ全ての肉を食べませんとかっていうんじゃなくて、例えばまあじゃあ牛肉からやめてみるとか、牛肉は買わないことにする今後ってとか、あとその牛肉が どうも続けられるようだったら次は豚肉やめてみるとか、じゃあ次は鶏肉やめてみるって、すると次は加工肉やめてみるとかね、ハムベーコンとかで、そういう風に徐々に減らしていっていいと思うんですよ。で次はじゃあ卵を食べないようにしてみようかなとか、じゃあ牛乳もやめてみようとか、で最終的にそれらを使っている動物性のね、食品とか加工食品とかも全てやめてみるって、まあ段階的に徐々にやっていくでいいと思うんですよ。いっぺんにやめようとしたってそれはちょっと精神的ななんかね拒絶が出そうだから、それはする必要ないと思うんですね。だからちょっとずついいんじゃないかなって俺は思うんですけどね。少しずつでも今の生活から変わっていくっていうのは、これから先の未来には絶対的に必要だと思うんですよ。
それはスピリチュアル的にもそうなんですけど、やっぱりね、皆さんご存知のいろんなね、あったじゃないですか、この3年間の間に。そのことを明確に言いながら話すとブロックされるからあれ話せないんですけど、まあそこら辺はね、あのご想像の通りの騒動があったじゃないですか、3年間ぐらい。であの後でほとんどの人があれをやっちゃったから、その後のね生活を何にも変えなかった場合、多分ですけど大変なことになるじゃないかなって気がするんですよね。じゃあ脅すとかじゃなくて、で俺みたいにいつ死んだっていいと思ってる人間でも、他人はねどうも助かってほしいって気持ちやっぱあるんですよ。皆さんが健康でね毎日健やかに生きていけた方が俺もいいと思うし、そうすると必然的に他人にも優しくできるし、自分以外の人たちの利他的にね、利己的じゃなくて利他的にね生きていくこともできるんじゃないかなと思って、まあ徐々に徐々にやめていければいいかなっていうのと、とにかく変わらなきゃいけない時代に来てんだと思うんですよね。いろんな意識的にもそうですけど、とまあね長く話しましたけど、まあ皆さんの場合は健康に気を使ってとかでいいと思うんですけど、俺は健康にはそれほど興味ないから、だっていつ死んだっていいと思ってるから、そんなね、ただ死ぬまで元気でいたいっていうのは間違いなくあるんですけど、だからといって必死こいて健康健康っていう感じじゃないですね。気にしてないって感じで。でも世の中にはさ、ダイエットしたいって言っていつまでたっても痩せられない人っているじゃないですかね。でそれはまあ間違いなく心の問題なんですよ。俺何回もツイッターとかでも書いてるし、ライブでも言ってるんですけど、太ってる人が痩せられないのは心の問題だと思うんですね。もちろん太りたくて太ってる人は話は別ですけど、心の問題が解消されない限りはダイエットに成功しても必ずリバウンドするんですよ。必ずまた太る、同じように。だって自分が太る原因をはっきりと分かってないから。まあ深層心理では分かってるんですけどね、もちろん深層心理では分かってて、ストレスで食ってるんですけど、ストレスとか不安とかですねっていうのは分かってるんだけど、痩せられない、またリバウンドする。だから本当はね、心の問題から解決しないといけないですよ。だから自分と向き合って逃げずに、一体自分はどうしてこんなに食べたくなるんだろうとか、どうしてこんなに過食してしまうんだろうって自分に問いかけないとダメなんですよ。で、そういった時にね、必ず言い訳が出てくるんですよ、自分の中から。だってこうだから、だって これこういうこうだから、だから食べちゃうじゃん、仕方ないじゃんとかって、なんか、ね、言い訳が出るんですよ。例えば俺だったらもうすっかり慣れたんですけど、せんべいとか食べたいって思う時あるんですね、たまに。すごく甘いのは、 甘い食べ物もともと好きじゃないからいいんですけど、なんかそのしょっぱいせんべいとかさ、バリ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 行きたいなって思う時がたまにあるんですよ。でそういう時に、あ、なんだすげえ食べたいぞせんべいがと思ったらね、やっぱりねあるんですよ、心に引っかかってるわだかまりっていうか、不安に思ってることとか、まあ、イライラしてたりストレス抱えてたりっていうのがねやっぱりあるんですよ。でそれが何が原因で今食べたいっていう風になってるのかなって突き詰めていくと、必ず思い当たる節が出てくるんですね。でそして、あ、このために自分は今せんべいなんかバリバリ食いたいって思ってたんだって思うと、じゃあいいやってなるんですよ。いや、こんなことのためにわざわざせんべい買って 食う必要ないってなると、食べずに済むんですね。だから全てのことにおいてそうなんですよね。何が食べたいって思っても、あ、どうして、単純にお腹空いてるとかじゃないよねこれはって。それが特にね、お菓子とかカップラーメンとかジュースとか、まあいわゆる皆さんの好きな、美味しい好きな食べ物とかがそうなんですよ。でそれらは全部中毒性があるものだから、間違いなく。で食べた瞬間だけは脳内から幸せホルモン出ちゃうから幸せ物質が出ちゃうから、快楽物質が。だから一時は忘れるんだけど、根本的に解決されてないから、また食べたくなるんですよね。そういう同じシチュエーションになると、同じようにストレス抱えたり不安になったりすると、また食べたくなるって。それがエンドレスで繰り返されて、で40代50代とかのもう体が 弱ってくる境になってきて、初めて蓄積されてきたものが爆発して病気になるって感じだと思うんですよね。でそうなってからじゃ遅いですからね。だからでも特に40代とかなると、俺は今43歳でしょ、もう43歳とかってなるとさ、もう絶対変えないといけないですよ、食生活は。もう変えないと病気になる、間違いなく。なりかけてるし、なってるかもしれないですから、すでに今だって。だから今まで通りの
毒でも何でも美味しけりゃいいって、まあ肉食の根本がそうなんですけど、だって美味しいじゃんっていうことを言う人がいるんですけど、なんかそんな理由でバカスカ食ってる場合じゃないんですよ。もう時代が違うって感じでそういう時代じゃないって思うんですね。でこの時代の変化とか時代の流れに取り残されて、過去今までと全く変わらない、それこそこの3年間の騒動以前の生活と全く変わらない生活をこの先続けてたら、必ず俺なんかなっちゃうんだろうなって思うんですよね。でそうなってほしくない。せめて俺の動画を今見てくれてる人たちにはって感じですね。なのでまあ自分ができることっていうと、本当にブログ書いたりとかさ、そのブログにしたってその閲覧回数がそんなに多いわけじゃないから、本当に少人数にしか伝わってないと思うんですね。この動画だって何人の人が見てくれるか分かんないですし、まあチャンネル登録はありがたいことに1000人は超えてますけど、だけどじゃあ1000回俺の動画がね再生されるかって言ったらなかなかそんなにいかないですから、だからまあね、せめて今この動画を見てくれてる人の心に少しでも響いて、ちょっとでもなんかほんのちょっとでもいいんですよ。本当になんか一番やめやすいものからやめてみるとかね、例えばいつもジュース飲む癖があるんだったらそれをお茶にするとかね、まあコーヒーをね1日5杯飲む人なんそんなにいないと思うけど、1日5杯とか、もし1日3杯飲む人だったら3杯のうちの1杯だけは完全にお茶にするとか、なんかそういうちょっとずつの変化の積み重ねでいいと思うんですけどね。でそのちょっとずつの変化の積み重ねが数年後とか数十年後にその人の財産としてきちんと発言すると思いますけどね俺は。ただ変わらずに今まで通り、だって美味しいから食べます、好きだからいいじゃんって、甘いもの大好きとかだけで言いながら好き放題バカ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 食ってたら、まあ俺たちのね先輩とかこれまでいろんな人が生きて死んでいく様を見てきたわけじゃないですか。例えば自分の近親者じゃなくても有名人でもいいです、著名人でもそうだし、いろんな風な亡くなり方するじゃないですか。そのうちのどれかに自分が当てはまるのは間違いないですからね。まあ事故とかは仕方ない、事故とかさ天災とか仕方ないけど、自らの不摂生によって病気になって苦しんで死んでいくっていうのは最もちょっと愚かしいと思うんですよね。そういう人生だったっていうのも悪くはないんですけど、そんなに苦しむ必要あったんですかってやっぱ思っちゃうんですよね。まあ食のことだけじゃなくて、そんなに苦悩する必要があったんですか人生で。なんか苦悩とか苦労とかね、俺は苦労もしたくないし苦悩も持ちたくないし、40になろうが50になろうが生きてればひょうひょうとしてなんかへっちゃらで生きていきたいんですよ。なんかお気楽にいつ死んでも別にいいしって感じでただいつ死んでもいいって言ったって、毎日毎日すごい量の動物たちが殺されてるわけだから、そういうものを当たり前みたいに受け入れて、だって美味しいから食べますって言ってねバクバクやってると、まあねそういうことになっちゃうから、まあ、あんまりね長く言ってもあれだからちょっとここで終わりにしようかな。だからまあ細かい話は俺のライブ、過去のライブでもお暇な時にね2倍速ででも聞いてもらえれば、肉食に関して言ってる時こともありますし、あとはショート動画でも切り抜きでライブの中の切り抜きでこういうこと話してますっていうのもありますから、そういうのを見てもらえれば伝えたいことは伝わるんじゃないかなとは思うんですけどね。ということで皆さんの健康を願ってこの動画を終わりにしたいと思います。ということで次の動画もまた見てくださいね。じゃあね。